よっしゃ、バンクロをやっていこう。で、今日から水着イベントってのが開催されるんだよね。ちょっと待ってね、ピックアップガチちょっと見たいわ。で、そのイベントじゃ早速やっていこう。で、無償ダイヤ、俺引けねえ、10回実行引けねえ、あと54つか。ダイヤ54つ必要だ。そっか、じゃあ買えない。で、しかもラン姉ちゃんしかないんだ。俺ちょっとあれは空豆鈴木園子期待したんだけどな。あれれ、コナンの水着会って言ったらまずそれだよな。空豆鈴木園子、あの回であれだっけ、京極と出会うんだっけ、ちょっと忘れたけど。じゃあ早速やっていこう。イベントステージ少ないなっていうか、まあいいや、ステージ1からやっていこう。獲得条件、あ、ランダムなんだ。このパーティーでいけるかしら。まあ、カード自体、あ、待って、スイカに3回アタックして割ろう。イベントポイントが獲得できる。キラキラと光るスイカは10回アタック。ほー、ちょっと面白そう。低炭高校入れてクリア。あ、これは通過してるね。これはパスしてるわ。カウントが35か。どこに、あれスイカなく、あ、あったあった。スイカ並べて破壊とかできないのか。なるほど。じゃあ、いつも通り上から切っていく感じでいくか。とりあえず。これ当てればいいのか。当てて、なるほど、あと2回当てればいいって感じか。で、あと1回で割れるっていうことかな。これちょっとやってみよう。試しにちょっと1回やってみよう。え、あれ、3回当てた気がしたんだけど、あれこういう感じ、あれ、アタックの意味がちょっと俺分かってないね。あ、そっかそっか、分かった。これ10回アタックのやつか。キラキラ光ってるわ。確かにそうだ。やっと理解した俺。よーく見たら確かにキラキラと光ってたわ。あ、はい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 。なるほどなるほどなるほど。割れました。なるほどね。ちょっと理解が。ご了承ください。理解が遅れたことを。で、そして、じゃあ普通に上のやつも割っていけばいいか。まだカウントも全然あるし。こういう感じだね。で、運命のルーレット回してあれこれなんだかするのはミステリーみたいな歌詞全然覚えてないわ。とりあえず適当にやっとけばなんとかなるでしょう。これで割れるかな。あ、まだ、あ、割れた割れた。じゃあクリアしていいかな。クリアしちゃいます。よしよしよし。話は元に戻るけど、鈴木園子のあの回、空豆回って結構、トラウマっていうかさ、鈴木園子にとってね、なかなか怖い話だと思うんだけど、腕噛んだと思ったら足噛んでたみたいな。なるほどね。こういう、あれ、ギミックが追加してくんのか。いろんなギミック考えてくんね。あ、まだ左下にあったんだ。やべえ、全然見えてないわ。全然見えてないわ。寝起きだわ、完全に。寝起きであるということを言い訳にさせてください。とりあえずステージ3つだけクリアして、始めるわよ。で、コインとダイヤ貯めていくか。で、次のターゲットは3万5000超えればいいのか。で、13か。まあ、久々に見るな、この牢屋方式。牢屋方式久々に見るわ。まあ、手当たり次第割っていくか。こんな感じで割れるんじゃない？あ、もう、あともう一回か。これスイカ鬱陶しいな。これスイカ鬱陶しい。誰が用意したここに。誰用意したここに。邪魔だよ、これ。誰か片付けて。ちょっとこれ片付けてや、ほんとに。一応割っていくか。一応牢屋もちゃんとしていかんとな。バッチか。バッチで一気に消すっていうパターンも全然ありだけどね。下まで持ってこれるかな、これ。青ピース必要としてる感じするから、ラン姉ちゃん使います。よしよしよし。これで少し見やすくなったな。赤が多いな。こっからなんとかできるかな。
あー、サッカーボール落としてきたいな。これで近く近づいた。緑ちょっとなんとかしたいな、これ。一気にね、バッチとのコラボで一気に消したいんだよな、なんか。そういう気分、今は。あー、でも、こっちにしようか、じゃあ。とりあえず一旦こういう風にさせてもらいたい。状況をまず、とりあえず良くしてから、バッチ技使うか。あ、バッチ消えた。バッチ使おうと思ったんだけどな。こういうことがあるか。で、あと5つか。あれ ?5 つ ?5 つどこにある？あ、ここか。それと、こっちか。で、こうか。で、あと1つ。いや、あと2つか。で、こうか。で、あと1個。あ、まだ残るか。で、ターン持つかな。ターン持つか。はい。よしよしよし。なんとかクリアできた。ていうかもうあれだな。何にもスキル使ってないな。てか使えるスキルがないから、まあしょうがないんだけど。ありがとうございます。これで320点。取ったから520点。で、ご褒美でラーメン。そしてダイヤ3つです。ダイヤ3つです。俺、今96です。ガチャ引きてー。しょうがないんで、ノーマルガチャちょっとやろう。4回実行。なんかいいの当たってね。黒字です。犯人。そして、またお前か。何にも当たんねえな。一応当たったな、レア。そして、その子来た。じゃあ、これ使って、でちょっとデッキ変えていこうか。少しだけ2500か。2500溜まったら新一、生粋のシャーロキアン。シャーロキアンなんだ。なんかあれだよね、モリアーティに会ってさ、なんかコナンがちょっとドヤ顔でさ、ライヘンバッハの滝に気をつけなよみたいな、ああいうこと言ってたから、モリアーティ派かと思ったけど、エラリークイーン派、服部平次。え、全然水着じゃないじゃん、格好が。まあいいや、なんかビーチボーイズみたいな感じかな。反町と、竹野内みたいな感じなのかな。まあいいや。進めていこう。4万5千スコア。そして、鏡13。で、メガネ3つか。とりあえずスケボー。何回アタックしたかちょっと覚えとかんとな。じゃあ、真ん中の牢屋を、早めに潰しておきたい。そして鏡、氷の位置もちょっと覚えとかんとな。氷の上に立つように。危なげなこともしてみたいんだよな。でもなんか絶妙なタイミング、絶妙な位置にさ、スイカあるな。すっげえ邪魔なんですけど、すげえびっくりするぐらい邪魔だわ。こういう感じで、あの真ん中のスイカすげえ邪魔だわ。8でしょ、8回、残り8回か。これでもいいか。あ、一発で壊れるんだ。スイカ1個、一発で壊れたわ。やんなきゃいけないことが多いな。求めてくるものが多すぎる、俺に対して。ちょっと待て。真ん中のスイカ残り何回かな。7か6だよな。完全にカウント、もう喋るのに夢中でカウント忘れた。よし、じゃあいいよ。スケボーで一気に壊そう。こういう時はめんどくさいから。あ、壊れた。で、青だね。次は。青消したいね。で、あと微妙に残ってる鏡が上のやつか。なるほど。まあ、それは後でもいいか。青を持ってくるようにしたい。青を持ってくるようにしたいんだけど。あ、紫青に変える。
ここで蘭姉ちゃんが生きてくる。来た。まさか生きてくるとはな、思わなかった。じゃあとりあえず上の1個消すか。鏡あと7個。あ、作ろう。サッカーボール。これが結構うまいんだよね、サッカーボールが。割と好き。じゃあちょっと盤面動かします。あー、そっちに行っちゃうのはちょっと大変になっていきそう、今後。今後大変な感じになりそう。ちょっとじゃあ使いましょう、サッカーボール。で、一つ、とりあえずレンズが邪魔だからね。何分ね、レンズ邪魔なんですよ。推理において。本当は助けてくれるもんだと思うんだけどね、メガネ。メガネってさ、虫メガネって。まさか推理の邪魔になるとは。二度目の効果使おう。蘭姉ちゃん。青に変える。青に変えた結果どうだ？一応ここで消す。勝負は右の方だね。勝負は右に移ったね。あー、なるほど。ちょっとこれでも作ってみる。作るだけ作ろう。作るだけ作って、いや、これ困ったな。でも作るだけ作ったのはいいが、結果困るぞ。これ結果にコミットしてないな、この状況。結果にコミットしてない可能性あるね。レアの蘭姉ちゃんの効果なんだっけな。使うだけ使ってみっか。ピースをアーチ型に消す。うわー、うーわー、なんだこれなんだこれ、本当に。まあいいや。効果としては、まあ微妙でした。結果としてもね。まあそれはしょうがない。一回こういう流れ、どうだ、こういう流れ。あ、バレたバレた。割れて、一応ね、着火できます。着火します。ただちょっとメガネは割れなかった。うわぁ、ちょっとこれ、やべえ。これやべえぞ。作るぞ。ちょっとこれ無理かのし、かもしんない。この効果使う。残りターンが増える。どんぐらい増えんだ ?2。残りターンどんぐらい増えんだろう ?2。はい。2でした。ということでね。まあ攻略できない可能性がちょっと見えてきたんで、ちょっと八方塞がりなとこもあるんだけど、これはあれかもしんないな。5ターン以内にクリアは無理ですね、多分。これは。もう無理です。あ、でも一応紫消すか。あ、紫青に変えるか。とりあえず物だけはいっぱい作って、次ちょっと、復活のダイヤ使うことで、っていう風になんとかクリアできないかな、みたいな。いろいろ作ればなんとかなるだろう、みたいな感じになってるんだけど。いやー、これはちょっとどうでしょうね。あんまりよろしくないな。右、この位置がね、もうちょっとこう、内側に寄ってたら、よかったんだけど、できるかな？ちょっと一回崩すだけ崩すか。あー、できた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 。はい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 、できた、できた。でも残り2ターンだから、A クラスかな。S にはなれなかったな。一応イベントポイントは、何本もらったんだろう。うわ、すげえ上がってる。440、960か。ってことは、微妙に40点足りないな。はい、ということで、この動画はまあここでちょっと終わるんだけど、水着イベントね、開催してるんでね、みんなもね、8月2日までか。12時59分までなら、この、なんだ、2人のこの、
ビーチボーイズカード手に入れられるんで、まあ皆さんもやってみてはどうでしょうか。